今日はアットコスメ東京原宿店さんに貸し切りみんながしてるの見て自分もしたいなと思ってたらさせてもらえることになったので今日はお買い物したいと思います。お財布気にせず買いたいと思います。1時間あるから好きなものを買っていきたいと思います。あ、今日は友達がカメラマンしてくれてるんで好きなの買ってよ。もう本当にって、うん、入れていこう。え、待って、どうしよう。変なとこで YouTube なんでできた。さっき入れや。ヤミちゃんがおすすめしてたから買おうかな。ヤミちゃん、はい、とりあえず買ってトリートメントもあったら入れましょう。やばい、これさざっとしないとちょっとこれオーラーな。あ、これヤミちゃんがおすすめしてた。プラムのカラー塗ったら透明っぽい感じらしい。え、これは数量限定品やって。怖いね、そういうのに。すいません、後で。あ、分かりました。ありがとうございます。ますます欲しくなりました。これみんないいっていうの。うん、化粧落とし。これ僕らにすんのやん。いい？いいよ。使ったことあるけど。あります。やばい、好きなもん買いますとか言って口発動する。口だけ。気になってるものとかないんですか？この服何でも買っていいよってなった瞬間めっちゃ物欲切れて。なあ、これさみんないいって言わん。佐川くんに買っとこうかな。肌荒れ乾燥繰り返したくない。あり。確かにこれ欲しい。え、買おう。導入、うん、いるよ。美容液。しかもこんなん入ってるよ。いいよ。いいの、うん、待って、ランキング買い。うわ、気になる。余計欠品中。何それ。いいよ、保湿クリーム。うん、買おう。普通にフェイスクリーム、化粧水、乳液とか全部終わった後に最後に塗るやつ。そう、これ買っとこう。ルナソルのジェルの洗顔、これにします。髪の毛普通。あ、これ買おう。ワックスがついてるからちょっといい感じになる。なるんだ。あ、これ買いたかったよ。ゆうこちゃんがやってるやつ。ミルクティーと抹茶にしよう。そうだね、美味しそうやから買います。乳液を。あ、カリンが全部人の。そのホワイトクリームめっちゃ白くなるみたいな。じゃあこれとボブバストリッチクリームでも一緒のやつで済ましたいよな。もうそれやってるからさ、そこをサボるからさ。お尻のドラマとか。お尻はとりあえず最近頑張ってるんでいい感じ。いいんですか、うん、私普通に入れてるけど本当にいいの。いいよ。オイル？オイル。これさみんな使うけど何がいい？滑りがよろしくてマッサージしやすい。うん、おー、チビ系、チビ系引かれてやめとこう。うわ、なんか入れてきた。あ、パックやん。パックする派の人？する派の人。で、入れようや。アルビオンのやつ入れてみようかな。この匂いめっちゃ好きやね。このアルビオンのやつ有名なおばあさんの匂いする。え、コスメデコルテとかあんで1枚495円。まあ高いけど高い、ね、1枚って思ったらなんかまだまあまあチャレンジできるよね、うん、え、待って、なるわ。ランコムもあるじゃん。ランコムめっちゃ良かった。え、しかもなんか1枚とかやったらいいな、プレゼントとか。でも高いよ。高いな。あれ違うわ、ヤミちゃんが言ってたやつ。え、これじゃなかった？さっき買ったの。ヤミちゃん何がいいんですか、シャンプー。あ、自分これ好きやったで、韓国のやつ、うん、あとこれ、これ何使わせてもらってめっちゃ良かった。これ、うん、これエミリンとヤッピがお誕生日プレゼントでくれた時よかった。よかった。これもおすすめ。これ匂い好きやねん。ムスク。どれがいいんやろな。変えたい気持ちもあるし。ヤミちゃんのやつにしたら。あ、ここにばっかりよ。私はこれが大好きです。それいいよな。入れる。ありがとうございます。え、イソフラボンのやつ買ってみようかな。ジェリーかミルク。あ、レチノール、流行りのレチノール。あ、出た、レチノール入ってるからこれにしよう。あ、あるやん、ルーキーさんいた。嬉しいよ、可愛いよ。この前メイクのルックブック撮った時に可愛いって言ってたよな。202かな。うん、そっちの方が使いそう。なんかこれめっちゃ広告で出てこうね。佐川用に。佐川シリーズ。佐川シリーズ。なんかこれハートアイアルルンセット、化粧水、コットン。何が入ってるの？ハートアイアルルンセットはいらんかも。いいんか。いいです。品切れや。これケガメキさんが使っててめっちゃ良さそうやって気になってんけど。あ、これロングミッションのいいやつ。めっちゃツヤ出るパウダーやねんけど、全顔に塗ったら多分あれやけど、これ今日ハイライトそのパウダー使ってる。あ、ハイライトになるの。え、なんかめっちゃツヤ入ってるから。あ、これ買ってんけど分からんかってん。
ちっちゃいサイズのやつあったらマジで全部買う。ちっちゃいことに魅力があるの。いや、お出かけするのが楽しい。あ、それを持って、うん、お風呂の準備とか好きやね。持っていくの好きですよ。とか2階に来ました。ネイルオイル、これ持ってるイメージある。あ、でもなんか自分もネイルケア最近ネイルサロンたまに行くようにしてんねんけど、うん、オイルあった方がいいな。うん、携帯の液晶画面ペタペタになるからさ、やめとこう。あ、なんかいい匂い。え、これなんでしょう。わ、いい匂い。懐かしい。これ高校生の時使ってたやつの匂いする。あ、シャンプー。あー、いい匂い。あ、いや、ビゴを思い出す。匂いってさ、めっちゃ思い出すような。なんか思い出しちゃうしさ、別にその人に対してさ、未練とか好きやった気持ちがなくても、そう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 、あの人だってなるし。なんか匂いってなんかずるいなって思う。その匂いを匂ってなくても、あの匂いって何の匂いやったんやろ、魅力的に感じるような。何だっけなってなった瞬間から気になるもんね。だから好きじゃないのに。え、古川はこの匂いみたいな あった方がいいんだな。え、古川無臭だよね。めっちゃ無臭。え、こんな色は出てんの。え、かわいい。え、どっちの方が使う。こっち、うん、かわいい。じゃあ、おばさん、待って、オレンジとピンクしかない。嬉しい。今日は何つけてるんですか。ピンク。あ、ピンクあります。わかる、うん、わかる。嬉しい。あ、これ買っとこっかな、新しいの。これもうハゲてんねん、コンシーラー。これ買っとこう。ブラシでサッサッサッって塗れるからめっちゃいい。当たりました。毎日来る。これゆうかちゃんですか。確かにちょっとわからんような。かぶっていいっていうことなんで、かぶらせていただきます。これめっちゃいい。これ枕カバーもあんねんけど、ここではナイトキャップだけやけど、枕カバーも毎日使ってる。店舗で買えるのないからいいよ。ぜひ。いいんですよ、めっちゃ。風味ネイル出てんねん。最近古川さんはあれなんですか、ジェルネイルじゃないんですね。ちょっとハゲてるけどマニキュア塗ってます。うん、こんなラメにしてみよう。あ、お、ドドン、トレンドメイク集めました。え、嬉しい。さ、オランジェットちょっと家にあるの少なくなってるから買っとこう。マスカラ毛先に塗るのおすすめです。やばい、踊り始めた。でも全然痒くない。落ち着いて。ここにイソフラもすごい。めっちゃ売り切れ取ってんじゃん。ね、だよね。黄色にします。なかったとこ見てもリリビューの開ける泊まりを。うん、ミニサイズ。あ、これめっちゃ美味しい。この、え、普通水じゃないの。美味しいの。え、買いました。終了。帰ってきました。帰ってきましたって言っても数日後やねんけど、すっぴんなんですけど、ちゃんと見せようと思って、まあ買ったもの動画に映ってるのとほとんど一緒やねんけど、購入したやつ紹介していきます。なんか肌荒れてんねんな。あと、ここ針いったら汚い血出てあざできた。まあいいや。大量祭りです。じゃん、見てこのレシート。46点で99,53円。友達とマネージャーさんの分のやつがあるから、もうそれは買い渡しちゃってんけど、自分の分だけ紹介します。じゃん、温泉水178円。これ美味しかったん。なんか軽い。水飲む美味しい、まずい、あんま分からんねんけど、薄っぺらい、薄っぺらいっていう言い方したら悪いけど、めっちゃ水なんかスル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 入っていく感じがするから。2年前ぐらいに仲良くしてもらってるジュエティのプレスの人がお誕生日プレゼントでこれを箱で送ってきてくれて、何これ渋と思っててんけど、めっちゃ飲みやすくて、普通の水よりかはもちろん高いけど、あんま水を飲まれへん人間やったから、これは結構すぐ飲めてすぐなくなった。美味しい、この温泉水。で、次、ロージーローザのハウス型のスポンジ440円です。ロージーローザのこの丸いやつ、スポンジが一番使いやすいねんけど、ちょっと高いのと、洗って何回もまあ使えねんけど、ちょっとめんどくさいなと思ってこれを買いました。でもやっぱあっちの方が好きやけど、これ買った、楽ちんやから。じゃん、リカフロッシュのジューシーリブティントオランジェット1848円。リカフロッシュのティント家にいっぱいストックはあんねんけど、オランジェットがあんまないなって思ったから買いました。次、フーミーのネイル、これ10月10、なんていうの、これ 10.10 って書いてるカラー。色めっちゃ可愛くて悩んでんけど、青みっぽいラメが入ってる色にしてみました。茶色いネイルずっと塗ってたから爪黄ばんでんねんけど、色素沈着して、なんかちょっと色は黄ばんでるように見えるかもやけど、爪自体のほぼ無色で、なんかツヤとラメがちょっとチュルンってする感じ。もうなんかこう見たら青みっぽく見えるけど、肌色悪くなったりは見えへん。ほんまに無色で、動いて光とか当たったらなんか青みのラメが見える感じ。かわいい。これが1430円。じゃん、ヤミちゃんがおすすめしてたやつ。
ウルリスウォーターコンクモイストシャンプーとウルリスウォーターコンクモイストヘアトリートメント、おすすめしてたやつがこれで合ってるか正直わか、多分これやった気がすんねんけど、これを買いました。シャンプートリートメント両方1540円でした。まあでもシャンプーまだまだあるからすぐは使わんけど、なんかも使ってるやつ切らしたら使おうかなっていう感じです。イハダの薬用バーム1485円、サイズもまあちっちゃいから佐川くんが地方行くよとか、まあ自分も地方行くようにちょっと買ってみた。肌荒れ乾燥を繰り返ししたくないって書いてるやつ、あもうワセリンって感じ、めっちゃ少量、もうこんな少量じゃ分からんけど、ほんまにとろけるバームって名前って感じ。冬場とかめっちゃ良さそうなぐらいの保湿されるバーム。で次もう一個、イハダの薬用ローション、とてもしっとり1650円、敏感肌処方、肌荒れ乾燥を繰り返したくないって一緒のようなこと書いてるから、なんかこれで一緒に使ったらいいかなっていう感じ。良さそうよな、これみんないいって言うもんな。そうそうそう、もうこれ人がおすすめしてたらマジでそろそろツボ買いそうな気するし、ツイッターでバズってたらもう何でも買うねんけど、ゆうこすちゃんのプロテイン気になって買ってみました。ラプロテインのミルクティー味と抹茶味378円、プロテイン普段飲まんけどちょっと美味しそうやから飲んでみようと思ってとりあえず2つ買ってみた。コスメデコルテのウィダドレーブマスクとコスメデコルテのプリムラテマスク、1枚入りのパックがあって買ってみた。こっちが乳液マスクで、こっちがローションマスクやねんけど、乳液マスクの方が495円で、ローションマスクの方が440円。なんかコスメデコルテのパックとかって結構高いイメージがあるから、400円で買えるんやったらちょっと贅沢したりとか、なんか大事な日の前とかに使ってみようと思って買いました。ピーチジョンビューティーヒップルン薬用スクラブセダクティブフラワーの香り2640円、皮膚の洗浄殺菌消毒体臭汗臭汗臭およびニキビを防ぐやって、スクラブお尻と体とかたまに、そんな頻繁にはせへんねんけど、たまに肌出る服の時とか足出る服の時とかたまにしたり、お尻もたまにすんねんけど、だからちょっと買ってみた、なくなりそうやったから家にあるやつが。はい、いや、ちょっと他のより高いけど可愛くて気分上がるから、ピーチジョンのこっち系好き、初めて買うけど。お尻綺麗にスクラブするんやったらクリーム買おうと思って、ピーチジョンビューティーのヒップロン薬用ホワイトクリーム2178円。でもお尻はマジで大事、なんか自分今までお尻マジなんかボディクリーム好きじゃないから何回も最近言ってるけど、塗るようになってからほんまに変わった。パンツがどんだけ水分を吸ってるかっていうのがわかる。あ、結構みずみずしい系。あ、いい匂い。あ、さっきのスクラブと一緒の香り。お尻のクリーム手に塗るけど、塗ったら化粧水っぽくなる、保湿はされるけど塗ったら結構さっぱりするからベタベタせえへんからいいかもこれで。また買ったピーチジョンボムバストクリームリッチミニ1320円。バストのクリーム塗ったことなかったけどちょっと塗ってみようと思って、あ、これ、あ、これお試しサイズなんや、シビバージョン。でもなんかパンツが水分吸ってるってことはブラジャーも吸ってるからちょっと使ってみます。お尻の方はめっちゃ水っぽかったけど、こっちは結構固め。ケイトデザイニングアイブロウ EX6 番レッドブラウン系1210円。あ、結構レッドブラウンやわ。赤茶っぽい感じで茶色みが強いボルドーって感じ。リリミュートーンアップカラープライマーベールイエロー1760円です。発売したての時とか店舗に黄色だけ全部売り切れして、ずっと気になってんけど、アットコスメにあったから買ってみた。配合されてるカラーカプセルが潰れることにより色が変化し肌に馴染みやすくなります。一度手の甲に伸ばしながらご使用ください。やってみよう。これからちょっとピラティスに今から行くから日焼け止めとしてこれだけ塗っていこう。見えへん。でもトーンアップカプセルみたいなのは一回手の甲で潰してからがいいねんて。黄色はどんな肌の色の人でも馴染みやすいって言ってた。うん、黄色の下地とかあんま使ったことなかったけど確かに良さそう。日焼けはテントコと思って一応塗ってんねんけど日焼け止め。小麦肌のお姉さん見たら焼いてみたいなって思うようになった。多分何もせえへんと思うけど、こんな感じ。うん、肌綺麗に見える気する。軽くトーンアップする。さっきよりくすみ飛んだかも。次コスメデコルテのトーンパーフェクティングパレット1番、コンシーラーもうずっと使ってるコンシーラーがもうなくなりかけやったから買いました。4950円。1年前ぐらいからずーっとメイク動画コンシーラーもこれしか出てないやんぐらいでずーっと使ってんねんけど、もう一番使ってる色がなくなりかけやったから買っとこうこのタイミングでと思って買いました。うわ綺麗、大事に使おう。これ大好き、このコンシーラー。さらっと隠せるから。どう、なんかブラシでさらっと隠れるの。そう、なんか難しいことじゃなくてもほらブラシでささって取って
適当になぞるだけ。こってりつかへんからそんな辺に手でポン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 何回も叩く必要もなく、隠したいところにサササササって適当になぞるだけで結構消える。え、すごくない？なんか持ち運びとかに気になるところとかサササって塗ったりするのもおすすめ。これいいな、やっぱ。ドランクエレファントザリトルズ8910円。海外から日本に多分上陸したスキンケアのちっちゃいサイズの詰め合わせみたいなやつ。もう全然もうちっちゃいサイズ好きやねん。どっかお泊まりすることとか考えちゃうから好きやねんけど、それを買いました。かわいい。こんな感じのポーチに入ってる。メイク落としと洗顔、オイル状保湿液、保湿液、目元用クリーム、アイクリームも入ってね。クリーム、夜用美容液やって。かわいい。日本語の説明も入ってるからこれ見て使おう。ファンケルのマイルドクレンジングオイル9078円。またちっちゃいサイズ買っちゃった。どんだけ、どこに行くねん。そんな行く予定もないのに。このファンケルのマイルドクレンジングオイルがめっちゃ落ちやすくて好きやねんけど、このちっちゃいサイズがなんかちょっと泊まり先とか旅行先とかでも結構気にせず使える大きさやけど全然かさばらんから好きで、これはストック用に買っときました。これおすすめ、お泊まりする人気とかに。コンビニとかでも多分買えてた気がする。今は分からんけど。バイユアセラムフィットシャイニングトーンアップクリーム3190円。化粧下地です。見た目がめっちゃ可愛くて気になって買っちゃった。トーンアップやって、あ、ちょっと出しすぎた。あ、でも確かに結構結構ちゃんとトーンアップする。ピンクっていうかちょっと塗ると白っぽい。こっち塗った、こっちら辺塗ってない。フジコ色っぽスティック、クシにスタイリング剤がついてるクシ1540円。髪の毛浮いてきたりとか、なんかちょっともうちょいワックスつけてきたらよかったなとか、もうちょっとここ落ち着かせたいなって時とかに、まあ、あのアホ毛対策のやつとかでもいいねんけど、スタイリングをしたい時とかにこれいいなと思って。こんな感じでワックスがついてるの。ワックスっていうので、なんかこんな感じでここにワックスつけたかったらこんな感じでやる。じゃあ結構ワックスつくねん、ほら。なんか普段はこの前の購入品であれしてた青毛対策のやつでいいかなって思うねんけど、今日はちゃんとセットしてる日とか、なんか仕事ある、撮影あるとかの時とかにこれワックスとヘアアイロン多少持っていかんでもこれでどうにかなるかなと思ってこれを買いました。アルビオン薬用スキンコンディショナーエッセンシャルペーパーマスク3300円で8枚入り。アルビオンのスキンコンディショナーの匂いがめっちゃ好きで、なんか落ち着く匂いをしてるからこれを買いました。パック、滑らか本舗リンクルジェル乳液マスク5枚入りで990円。豆乳イソフラボンのパック、ピュアレチノールとか、なんかレチノールって最近聞くやん。から乳液マスクを自分は最近ちょっと好きやからまたこれ買いました。パックは全部で3つ。ルナソルスムージングジェルウォッシュ洗顔3520円。ルナソルのこの洗顔が泡立て液もいらんし好きでリピートで買いました。もう3本目ぐらい。匂いもいい匂いやねんな、これ。あ、ファンデーション2つ試供品ついてた。最後は試供品大好き。キールズのクリーム、これいいって聞いたのとランキングに載ってたから買ってみた。4620円もしたんか、これ。今使ってんのがもうちょっとなくなるからこれ使ってみる。で、最後クラランスのリップコンフォートオイル10番、ヤミちゃんがおすすめしてました。ちょっと気になってて、プラムのカラーが薄くて使いやすいってヤミちゃんが言ってたから。うん、確かに。プラウのカラーってなんか、重く見えるから自分なんかあんまちょっと使い方難しいなって思ってんけど、これぐらい透明感あったら、うん、ピンクっぽい。美味しい。プラランス。あ、結構紫かも。下になんか違うカラー塗ってたら使いやすそう。でもちょっと大人っぽく見えるな。うん、美味しい。美味しいっていうか、いいね。ということで、以上です。で、結構前にみんなからアットコスメで、みんな気になるやつ募集するんで、教えてくださいって買いに行ってん。めっちゃ買ってん。めっちゃ買ってん。でもなんかスキンケアとかある程度調べてからやりたいなと思って、調べとって。ほんじゃ結構時間経ちすぎて、この動画やったから、また購入品のやつはいっぱいもっとコスメとかあったから、それも動画にします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。